もうすぐトピック作文のオールインワンが始まるというふうに準備をしているというふうに聞いたんですが、うん、どういう内容ですか？はい、準備中です。トピック作文ね、やっぱり書けないね、本当にね、書けないで、若い人は特に書けないっていうのは、韓国語を、まあ、真似をしながら覚えてきたような人がそれなりに流暢に喋れて、力はあるんだけども作文になると書けない。で、一つは半打体の練習ができてない。だから半打体のドリルをやる、もうそれも100問限定、100要領と、もう一つは作文でよく使う定型表現、ね、これ日常会話とはちょっと違うでしょ、そういう定型表現を、これも100要領覚える。で、これで2つで、次はね、意見文を言う、根拠を持って意見を述べる、これがね、まあできないのよ。で、これはね、日本語で練習します、ある程度で。日本語で根拠を持って意見が言えるようになったら、それをまあ韓国語に直したらいけるはずなんですね。だ、その根底の日本語で意見を述べるっていうところができないから、なかなか進まない。若い子もそうなんですか？若い子って学校でよく作文書くじゃないですか。それでも書けないんですか？それがね、その作文の質にもよるんだけど、いわゆる出来事作文的な、遠足作文的なところからあまり出ていない感じがする、だから根拠を持って意見を述べるっていう練習をやり直さないと。具体例を挙げると、抽象化ができない。朝食はパン食がいいですか、ご飯食がいいですか、で、どちらかを選んで、私は晩食がいいですと、なぜならばっていう根拠を言うときに、まあ普通は栄養とかね、後片付けとか何かそういうふうに結びつけるとそれでいいわけ、どっちの結論であれ。ところがね、抽象化できない人は、納豆ご飯が食べたいからとか言う、私はご飯食がいいですと、なぜならば納豆ご飯が好きだから、もうそんな人がいっぱい出るの。結局ね、抽象化できない。納豆ご飯っていうのはあなたのことでしょって、それはあなたのことなんだけど、それを一般化する、抽象化するためには準備が簡単とかね、栄養のバランスがいいとか安いとか、なんかそういうふうに理由付けをすればいいのに、私はサンドイッチが食べたいからという、なんかそこにしがみついちゃって、そこからね、一般化できない。ラーメンがいいのかうどんがいいのかって言って、そこで何か消化の良さとかなんとかカロリーとかいう話になったらそれで OK。 だからその練習をしないと、早期教育とか言われても何のことかさっぱりわからないっていう、自分が体験していないからわからないみたいなことになって、もう書けない人がいっぱい出てくる。よく考えたら、普段根拠を述べるとかそういう場が意外とないですよね。そうそう、会社勤めの方はやっぱり会社の中で、例えば今回の取引がうまくいかなかったのは2つ理由があって、1つ目はこれ、2つ目はこれ、だからここを改善すればみたいなことは自分が言えなくても見聞きして、なんとなくでも分かるわけ。じゃあ会社の人とかよくプレゼンとかするじゃないですか。そうそう、そういう感じで書けば。そうなんですよ、この商品の良さは2つあって、1つ目2つ目っていう、そういう言い方で、4つ目としては、とにかく作文はね、実行力なんですよ。今みたいな書き方を聞いてもね、自分で書いてみないとどうしようもない、で、自分で700字の原稿用紙を書いて添削を受けるっていうのが4つ目の必要なこと、で、試験中は時間がすごく短いし、そうそう、そういう体験が必要なんです。書き方はいろんなところで勉強できるんですけど、そうそう、実際に書くっていう、そこが意外とハードルが高くて、そうで、で、この表現で OK って丸もらえたら、あ、これ使えるんだなと思って使えばいいし、ちょっと直してもらうと、なるほど、これで自分はこれからこれ使えるぞ、なので、オールインワンは動画で作文の書き方を習って、ドリルとして半打体とか定型表現を習って、で、提出をする。それから一番最後の段階は意見作文を書いて提出して添削をもらう。絶対に力がつきます。他のタイプの作文もあるじゃないですか。全てあります。全部全部あります。51番はまあ定型作文ね。
案内文とか招待状とかね、だからそれのいくつか典型の表現を覚えればいい。でその次の問題は穴埋め作文、まあ読解みたいなもんなんです。こう流れを追っていけばいい。で53番ってなんかグラフとか、実は読解なんです。グラフを見ながらそのグラフの大事なところを見抜いて、ははーん、これはこういう特徴があるなって分かれば、あとはそのままそれを書けばいい。だからグラフも読解、そういう訓練の視点が欠けてた。何をどうやっていいのか分からない。で今の定型表現とかはこれを使います。そしていろんな実践的な問題はこれを使います。いわゆるホットトピックの日本語訳がついてるやつ、だからこれ便利です。そうですね、うん、ホットトピックはすごく良かったけれど、うん、説明を読むのが面倒くさいところが全部韓国語なんでね、うん、そうそう、だからこの2冊を変用して美味しいとこ取り、そんなタイプのオールインワン講座になります。オールインワンというスタイルはもしかして見れだけですかね、他にもあるの？わからないけども、あの動画に向いてると思いますね、うん、動画でやり方を学んで、そして提出するっていう、この動画と添削のセットっていうのは、うん、まさに作文の指導にバッチリだと思います、うん、2月の最初にスタートできるように準備している。どれぐらいの期間で終わるんですかね。20本の動画なので、まあ3日だったら60日、4月のトピックに、ま、間に合うように作っていきます。ちょうど間に合いそうですね。そう4月14日なので、うん、この書籍の書評というか、これまあ宣伝なんですけど、別のでこれね、僕は書いたんじゃないんですよ。これ一読するだけでも結果に差が出る、本当にそう。これ僕が書いたんじゃないんですよ。一読するだけで結果に差が出る。特急取るにはやっぱりある程度書けないとダメですもんね。そうそう、ある程度ね、書けて手応えがあるっていう書き方ができないとね。だから韓国語の使い手として作文が書けるっていうのは大きな自信になる。だからとってもいい試験だと思います。こういうハードルの高いものをね、最後に準備して。で私たちはそれに向かってこう力をつけていく。もう今から動画作るんですか？そうです。もう、うん、撮り始めようと思います。じゃあ今から撮るってことはもう最新の傾向とかも入ってくるんですか？そうです、うん。すごくいいと思います。